皆さんこんにちは。早速コメントありがとうございます。今日は、節分ということで、ロボホン課長もちょっと鬼になっています。あ、みこさんありがとうございます。あれ、皆さん節分ということで何か特別なことされたりしますか？そうです。この今ロボホン課長がつけているお面なんですけど、こちらコミュニティの方が送ってくださいました。節分の時にどうぞということで、使わせていただいております。今日は2月3日節分の日ということで、三宇寺さんに行きます。その前にちょっといろいろ屋台というか、なんていうんですかね、縁日で店がたくさん出ていたので、そちらもちょっと紹介などしながら行こうかなと思います。あ、それでですね、こちらのお面、実はよいしょ、バカッと福さん、何でしょう、おかめちゃん、もセットでついていました。とっても可愛らしいお面、ありがとうございます。今日は最初にこんな感じで始まっていきました。あ、恵方巻き願いながら食べました。あ、早速ですか。今年はどこでしたっけ、南南西、とかなんかそっちの方だった気がします。あらら、かわいい、マトリョーシカみたい。あ、本当ですね。ちょっとまず、そのご紹介したいお店がこちら、金つばの幸福堂さんになります。あ、今年北北西でしたか。こちらは金つば名物なんですけども、この節分へ、この間は焼きたてを、ご購入いただけるそうです。焼いてるところも見られるということで、さっきちょっとその動画を撮影してきました。こうやってお一つお一つ手で焼かれてます。焼きたてが食べれるのはこの期間だけということで、また来年ですかね、チャンスがあったら皆さん来てみてください。焼きたてのきんつば絶対美味しいと思うので、ね、流れるような手作業が素敵ですね。あ、そうですね、もう職人技っていう感じですね。今日はお天気良さそうですね。そうですね、晴れ寄りの曇りという感じで、ちょっと青空見えてたりっていう感じです。ただちょっと風が冷たい感じです。で、この年が明けてからの冬の配信、ちょっと寒いんですけども、こちらもまたコミュニティの方が、私とあともう一人の担当の方に、カイロとあと手作りの手袋を送ってくださいまして、とても嬉しかったです。ちょっと配信頑張ろうっていう気持ちに本当になりました。にぎわってますね。あ、そうですね、結構人通りというかもう多くて、今の間はこちらの道路は交通規制で車が入れないようになっています。そうですね、こちらお使い用の袋ございますか？ご自宅用ですか？袋有料になるんですが、はい、ピントが甘納豆の、とろく屋さん
こちらも、ちょっとご紹介したいなと思います。こちら甘納豆だったりとかを、販売されてるんですけども、こんにちは、こちらの、近藤さんに少しお話をお伺いしたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。こちらは、この節分への間はこちらに出店というかを出されて、ちょっとお寺の一角をお借りしてこういう感じでお店を出させていただいてます。こちら店舗、普段はどちらで販売されてるんですか？普段は、ここから歩いて15分ぐらいなんですが、通りで言いますと市場を出て、西に入って御前通りを上がってたこ焼き町を西に入った場所なんですけど、はい、普段は、お店出されて、今日はもうお店お休みでこちらに出されてるんですね。今回の方は、はい、閉めてて、もう商品ともう人もこちらで、はい、昨日からですね、3日間昨日から、はい、昨日、2月2日から2月4日の午前中までこちらで販売されているということです。そうです、はいはい、すごく美味しそうな、いろんな種類の、そうですね、ものが、イベントの時はもう一通り全部持ってきてますので、ちょっとライブ中初のお買い物ということで、先ほどから気になってたのでちょっと買わせていただきたいなと思います。はい、ます, すみません、黒豆と、はい、黒豆と、いいですよ。皆さん、水羊羹も美味しそう。そうですよね。ちょっと私水羊羹気になってます。あ、とカカオ一つと、はい、私用は2枚、ありがとうございます。と、あとすいません、あと水羊羹を一つお願いします。ね、はい、黒豆の方は、地元の丹波の農家さんから直接買わせてもらってて、はい、有機栽培されたオーガニックの黒豆を使って、オーガニックの黒豆、はい、お砂糖は、きび砂糖ですね、精製してないブラウンシュガーというんですね。で、この黒いものを作ってます。でカカオは京都のチョコレート屋さんのダリケイさんとコラボした商品になってまして、そちらのカカオ豆をそのまま甘納豆に仕上げてますね。で、お砂糖はこれはまた違いまして、はい、ココナッツシュガーというヤシの花の蜜から作ったお砂糖。花の蜜から、はい、やってます。なんで黒糖みたいに濃くもあるんですけど、もっとフルーティーな仕上がりになってます。はい、で羊羹は中に代表メーカーの登録豆ですね、この大きい白いお豆が入ってるんですけど、で小豆の部分の羊羹の部分に関しては小豆甘納豆を作った時にシロップが取れるんですけど、そのシロップを活用した商品になってます。じゃあちょっと甘納豆風味な感じなんですかね。そうです、はい、楽しみです。ありがとうございます。お店と50円ですね、はい、50円、はい、インスタライブでお買い物ツアーもやってほしい。え、いいんですか？お買い物してもいいんですか？ありがとうございます。こうやってお声が出るんですね。あ、たくさん今コメントいただいてまして、お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。どうぞ、お願いします。お買い物してしまいました。テンション上がりますね。本当にそうだと思います。こちらだと、いろいろ何ですか、唐揚げだったりっていう、屋台っていうもの、屋台なんていうか、そういう出店っていうのもあるんですけども、こういうふうに京都でお店をされているところの、お店も出店されているので、とても楽しいなと思います。あ、これお使いと、はい、
今の羊羹リニューアルしました。これキャンペーンで1000円ごとに差し上げてるので、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いえいえ、もらってしまいました。いただきました。こちらは、1000円ごとにお一ついただけるということで、今年ちょっとリニューアルしましたので季節分でもあるんで、お豆の入った羊羹なので焼きよけの意味もありがとうございます。すいません、急にありがとうございました。いえいえ、私よりありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、あの店舗でも販売はされているということなので、ぜひ京都に来た時に足を運んでみてください。ちょっとまた感想とかはストーリーに載せたりするかもしれません。載せるかもしれません。お寺や神社の節分に参加したことがないので、こんなに盛り上がっていることにびっくりです。そうですね、お店もすごい長い距離、道のすごい長い距離にあって、ちょっと私もそこにびっくりしました。あ、もう一人の配信の方、あ、ちょっとさ、商品さっき買ったもの、持っていただいてます。こちらが、三宇寺になります。到着しました。ちょっと場所の紹介だけしようかなと思います。三宇寺は、京都駅、にある、八丈口、MK リップステーションから車で12分ぐらいになります。ですね、こちら今日節分へってずっと私言ってるんですけども、会うと書いて節分に、会うと書いて節分へと読むそうです。では、早速行ってみようかと思います。こちらは炮烙割ということで、素焼きの大きい円状、丸い素焼きされた、ものに、炮烙に、願い事と、家族や知人の名前を書いて、狂言があるんですけど、そこで割るというものが、風習であるそうなので、ちょっと今日は炮烙を書いて収めたりしたいと思います。こんな感じで、目の前のところで押されています。
どうぞお取りください。すいません、1枚お願いします、はい、どうぞ、はい、ありがとうございます。あ、そうです、後ろで今手書きされてます。どうぞ。大きさもこれだけなんですね。そうなんですよ、みんな。絶対でもこれ。はい、そうなんです。こちらでいただいたら、後ろで書きます。いいぞ、いいぞ。願い事を書きます。ちょっと書き方も書いてあるので、それに習って書こうかなと思います。ちょっとすいません、ちょっとあの私の家族の年を書かせていただきます書いたら、その次に願い事を書くそうです。ということで、今年は、これこそ正門来福と、ちょっとあの幸せそうな願いを書きたいと思います。この筆の柔らかい、これから次、47
平成29年、トリカ。こんな感じで、これでいいのか。ショーモン、ライフクとこちらを願わせていただきます。こちらを収めて、身分狂言というものがあって、その時に割って、奉納ということになるそうです。で、節分といえばの、食べ物、恵方巻きですね。こちらで身分寺の中で恵方巻きも販売されているので、そちらもちょっと紹介したいなと思います。こちらなんですけども、三府寺でご祈祷された糊を使って巻いているそうです。ご祈祷をいただいた糊っていうことで、ちょっと他とは違う特別な、恵方巻きかなと思います。今年は皆さん教えてくださってましたね。ホクホク製ということで、今日の夜ご飯は恵方巻きですかね。ご祈祷いただいた海苔っていうのがご利益ありそうですね。あ、ご利益ありそう。食べきれない大きさ。そうですね、恵方巻き結構1本食べるって大変かなとか毎年思ったりしてます。そうですね、ちょっとこちらで三府寺の節分会についてパンフレットにのっとってお話ししたいなと思います。皆さん夜ご飯はやっぱ恵方巻きみたいですね。三府寺の節分会なんですけども、京都の年中行事の一つに数えられる三府寺の厄除け節分会は、白河天皇の、願い発願によって始められたと言い伝えておりまして、900年余りもの長い伝統を持つものです。三府寺は、各社寺の中でも京都の裏鬼門、南西の方に位置しており、京都の節分鬼門参りの一端を昔より担っているそうです。こちらご本尊は延命地蔵菩薩でして、お地蔵様の願いである庶民大衆の、除災招福を祈願して、3日間の間昔から伝えられている方法にのっとって節分の厄除けの大法要をしているそうです。この、節分の期間中は3日間あるんですけども、その間は、参拝する、各地より参拝される、老若男女たくさんの方によってとても賑わっているということです。
早変わり、そうです、あのそういう芸みたいな感じになってます。あ、白犬さんありがとうございます。バルトさんありがとうございます。あ、話が入ってこないあのホームページとかでもあのしっかり説明書いてあるので、よかったらそっちも見てください。今日は課長が大活躍なあの配信かと思います。三部寺さん、あの新選組のゆかりのある場所としても有名なんですけども、 MK でも今はちょっと募集終了してるんですけども、あのツアーで、来させていただいたりもしています。京都に新選組にゆかりのある場所はいろいろあると思うんですけども、こちらもその一つですね。こちら三部寺さんが、されているのおります、あの京都三部開運祝福、三社寺巡りというすごくあの御利益のありそうな、会というかもされているそうです。そうですね、三部寺さんあのツイッターですとかインスタグラムもされておりますので、今日のような節分の情報ですとかも、チェックしていただけると思います。あ、こちらがインスタですね。とあとツイッターもあります。ちょっと最後に先ほどの、放録の奉納したいと思います。で、あ、インスタフォローします、ありがとうございます。あとですね、先ほど甘納豆購入させていただいた、トロク屋さんもインスタされています。それでいろいろ商品も紹介されているので、とてもぜひ見てみてください。ということで、その あといろいろ お知らせがありまして、こちら、MK 京都ライブメンバーズと、いうので、最近ですね、こちら開設してから6ヶ月を迎えまして、皆さん、いつも応援してくださってる皆さんありがとうございます。こちら入会いただいて、この配信を応援していただいたり、あといろいろグッズ制作ですとかしてるんですけども、皆さんの意見とかお声もこの場所でたくさん聞けたらなと思います。最近ポッドキャストというのも始まりまして、もう一人の担当の方がずっとされてるんですけども、配信に出てくださった方や、それ以外のあとドライバーの方ですねにもこちら、ラジオ収録していただきまして、いろいろお話を伺っていこうと思います。あ、インスタグラム見てみますね、ありがとうございます。あ、でこちらのポッドキャストなんですけども、SpotifyGoogle、アンカー、あと YouTube と Apple、Amazon、 6つの、6カ所で今配信してます。 YouTube もこれからたくさん上げていこうと思います。
ので、ぜひ皆さん聞いてみてください。そうですね、こちらの配信毎週木曜日にインスタグラムか YouTube でしています。来週はバレンタイン直前ということで、ちょっとスイーツ、チョコレートに関係するところをご紹介したいと思います。ので来週もお昼12時15分から配信、ぜひご覧ください。あ、ポッドキャストラジオ感覚で楽しいです、ありがとうございます。皆さんコメントありがとうございます。ということで、先ほど書きましたこちらを奉納したいと思います。あ、そうですね、7日に、来週月曜日7日にもちょっと配信するかもしれません。そこで、また皆さんにもアンケートというかお聞きしたいなと思うんですけど、なんかバレンタインデーの思い出だったり、なんかそういうものがありましたら教えてください。7日もまた決まりましたらお知らせすると思います。後でアーカイブ楽しみにしてますね、ありがとうございます。ぜひご覧ください。こちら崩落の、収めるところになります。ちょっと並んでますので、その間お話ししようかと思います。あ、でもすぐ行けそう。こちらで収めて、午後共演で割っていただきます。できました、その狂言なんですけども、例年は13時から、1時間ずつ毎日8回ですね行っていたんですけども、今年は、コロナの関係で、17時から午後5時から4回1時間に1回行うそうです。あ、皆さんチョコエピソードありがとうございます。こういう感じで、京都でいろんな季節の行事だったりもありましたら、またご紹介したいなと思います。節分関係の行事は京都の他の場所でも行われてますので、いろんなところで楽しめるなと思います。皆さん今日もありがとうございます。最後は鬼課長になります。皆さん、今日は節分なので、恵方巻きを、ホクホク性を向いて恵方巻きを食べて、 豆巻きをして、1年の、無病息災ですとかそういうものを願ってください。今日は課長がお面をつけてたくさん登場してくれました。次の配信はおそらく月曜日7日になるかと思います。なのでそちらもぜひご覧ください。
です。